ベイブットシュメノフはカザフスタンのプロボクサー。南カザフスタン州シムケント出身。元 WBA 世界ライトヘビー級スーパー王者。元 WBA 世界クルーザー級王者。世界二階級制覇王者。父親は会計士、母親は教師の比較的裕福な家庭に生まれる。両親が働いていたことから代わりにおばがシュメノフの面倒を見ていたが、 間違って、シュメノフに有毒なミルクを与えてしまう。おばはこのことに気づくが責任を問われることが怖くて、誰にも話さなかった。2週間後ようやく父親がシュメノフの異変に気がつき、慌てて病院に駆け込む。しかしすでに毒が全身に回っており、医師から余命に3日と宣告を受ける。奇跡的に一命を取り留めるが、 この時の影響で幼少期のシュメノフは免疫力が弱く肺に疾患を持ち体力がなく非常に虚弱体質で頻繁に病院に通っていた強さに憧れていたシュメノフは6歳の時にテコンドーと空手を始めるそれからさらにレスリングキックボクシングムエタイを始めボクシングを始めたのは13歳の時だった2000年11月 ハンガリーブ・ブダペストで開催された世界ジュニア選手権にミドル級で出場したが2回戦でチャド・ドーソンに敗れた2003年7月タイバン国で開催された世界ボクシング選手権にライトヘビー級で出場したが2回戦で敗退した2004年8月カザフスタン代表としてアテネオリンピックにライトヘビー級で出場したが2回戦で敗退した プロ転ー後アにチンギスシュメノフと共に、アメリカ合衆国二十シアニと協力者が設立した、プロモーター KG イベントプロモーションと契約を交わし、拠点をネバダ州ラスベガスに置いた。2007年11月17日、ノースカロライナ州ウィルソンで、ウォルター・エドワーズと対戦し、初回2分58秒 TKO 勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。 2008年4月10日、アブコ、ライトヘビー級王座決定戦並びにパバ、ライトヘビー級暫定王座決定戦を、ドネル・ウィギンスと行い、2回2分11秒小勝ちを、収めアブコ王座の獲得、パバ暫定王座獲得に成功した。2008年4月22日、アブコ王座並びに、パバ暫定王座の防衛並びに、WBO アジア太平洋ライトヘビー級王座決定戦を、 ラベルフィンガーと行い、初回1分5秒小勝ちを収め、アブコ王座の初防衛、パバザンテ王座の初防衛、WBO アジア太平洋王座の獲得に成功した。2008年8月2日、元 WBC 世界ライトヘビー級王者モンテル・グリフィンと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収めアブコ王座の2度目、WBO アジア太平洋王座の初防衛に、 成功した。2009年5月9日、アブコ王座並びに、WBO アジア太平洋王座の防衛並びに、パバ暫定王座並びに、今世界ライトヘビー級王座決定戦を、元 WBA 世界、スーパーミドル級王者バイロン・ミッチェルと行い、4回2分58秒、TKO 価値を収めアブコ王座の3度目、WBO アジア太平洋王座の2度目の防衛、 パババ暫定王座への帰り咲き、今王座の獲得に成功した。2009年8月15日、カザフスタン・アスタナのスポーツコンプレックス、ダウレットで WBA 世界ライトヘビー級王者、ガブリエル・カンピージョと対戦し、プロ初黒星となる12回0から2の判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2010年1月29日、ハードロックホテルカジノナイザ・ジョイントで、 WBA 世界ライトヘビー級王者、ガブリエル・カンピージョと対戦し、12回2から1の判定勝ちを収め4ヶ月ぶりの再戦を制すると、共に WBA 王座獲得、イバ王座は初防衛に成功した。2010年7月23日、カリフォルニア州キングス軍リムーアのタチパレスホテルカジノで WBA 世界ライトヘビー級2位のビアチェスラフ。 ウセルコフと対戦し、12回3から0の判定勝ちで、WBA 王座は初防衛、イバ王座の2度目の防衛に成功した。2011年1月8日、カザフスタンシム県とのスポーツパレスで、ウィリアム・ジョッピーと対戦し、6回15秒5勝ちで、WBA 王座は2度目、イバ王座は3度目の防衛に成功した。当初は、ユルゲン・ブリーマーと対戦予定だったが、 ブリーマーがインフルエンザを理由に欠場し、急遽、ジョッピーが代役となった。2012年6月12日、ハードロックホテルカジノ内にあるザ・ジョイントで WBA 世界ライトヘビー級15位のエンリケ・オルネラスと対戦し、12回3から0の判定勝ちで WBA 王座は4度目、リバ王座は5度目の防衛に成功した。 当時の WBO 世界ライトヘビー級王者姉さん、クレバリーや WBC 世界ライトヘビー級王者、ジャド・ドーソンとの統一戦を模索するが交渉が失敗に終わり、交渉の煩わしさや自己プロモーションや自己マネージメントに限界を感じたシュメノフは、オスカー・デラ・ホーヤ率いるゴールデン・ボーイ・プロモーションズと契約を交わした。2013年10月8日、WBA から、 スーパー王座に認定された。2013年12月14日、テキサス州サンアントニオのアラモドームで、元、WBF 世界ライトヘビー級王者で、WBA 世界ライトヘビー級14位のタマシュ、コバックスと対戦し、3回2分55秒、TKO 勝ちを収め WBA 王座の5度目、イバ王座の6度目の防衛に成功した。試合後、観戦に訪れていた。 IBF 世界ライトヘビー級王者、バーナード・ホップキンスと一緒にインタビューに応じ、ホップキンスとの王座統一戦を希望した。2014年4月19日、ワシントン DC の DC アーモリーで、IBF 世界ライトヘビー級王者、バーナード・ホップキンスと王座統一戦を行い、12回1から2の判定負けを喫し王座統一に失敗。 WBA 王座の6度目、イバ王座の7度目の防衛に失敗し、WBA 王座とイバ王座から陥落するとともに、IBF 王座の獲得にも失敗した。シュメノフが保持していた、イバ世界ライトヘビー級王座はホップキンスが団体への認定料の支払いを拒否したため空位となった。2014年5月9日、WBA は、シュメノフのクルーザー級転向要請に基づき、 シュメノフを WBA 世界クルーザー級4位にランクインした。クルーザー級への転向にあたって、キューバ人トレーナーのイスマイル・サラスをトレーナーに、招聘した。2014年12月13日、MGM グランドガーデンアリーナで、ボビー・トーマス・ジュニアとクルーザー級契約8回戦を行い、トーマスが5回終了時期券を申し出たため再起に、成功した。 2015年6月20日、MGM グランドガーデンアリーナで、WBA 世界クルーザー級3位の BJ フローレスと WBA 世界クルーザー級暫定王座決定戦を行う予定だったが、シュメノフがトレーニング中に肩を負傷し、延期となった。2015年7月25日、ラスベガスのパームスナイザパールで、レベデフとの王座統一戦に、 カレンガが破れ王座から陥落したことに伴い、WBA 世界クルーザー級3位の BJ フローレスと WBA 世界クルーザー級暫定王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め暫定ながら2階級制覇を達成した。2015年12月18日、ザパールで元 WBC 世界クルーザー級王者で、 WBA 世界クルーザー級11位のクシシュトフ、ブーナル地区と対戦し、初防衛を目指す予定だったがシュメノフが負傷したため、中止になった。2016年5月20日、WBA はヘビー級とバンタム級に続きクルーザー級でも、統一トーナメントを開始すると発表。シュメノフは正規王座に認定された。2016年5月21日、 ザコスモポリタン内チェルシーボールルームでエリス・ランディララタイバネス・マーティロス・ヤンセンの前座で WBA 世界クルーザー級11位のジュニアライトと対戦し10回1分4秒ライト陣営のタオル投入での TKO 価値を収め初防衛に成功した勝ったシュメノフは WBA 世界クルーザー級スーパー王者のデニス・レベデフと同日から108日以内に対戦しその勝者は 暫定王者のユニエル・ドルティコスと対戦するよう指令を受けた。2016年8月17日、ベイブット・シュメノフと対戦するよう WBA から指令を出されていたデニス・レベデフが指令を無視して村とガシエフとの対戦を決めたことに対し、シュメノフは WBA にレベデフの王座を剥奪するよう要請した。2016年11月14日、 WBA 世界クルーザー級世紀王者ベイブット、シュメノフと WBA 世界クルーザー級暫定王者ユニエルドルティコスの間で行われる王座統一戦に関する入札が行われ、ドルティコス擁するカリブプロモーションズが35万1ドルで工業権を落札し、ファイトマネーの分配はシュメノフが75%に当たる26万2500ドル。 ドルティコスが25%に当たる87,500ドルとなった。シュメノフ擁する TGB プロモーションズの入札額は20万1000ドルだった。2016年12月23日、ベイブットシュメノフ陣営とユニエルドルティコス陣営は、村戸が c f 戦に敗れたデニスレベデフから WBA 世界クルーザー級スーパー王座を剥奪するよう WBA に要求した。 2017年1月31日、ジョージズのベイブットシュメノフ対ユニエルドルティコス戦の工業権をドルティコス用するカリブプロモーションズが35万1ドルで落札したもののベイブットシュメノフ対ユニエルドルティコス戦を行う様子がないため WBA はカリブプロモーションズから工業権を剥奪して TGB プロモーションズに工業権を与えた。 2017年4月29日、ラスベガスのパームスで、WBA 世界クルーザー級暫定王者のユニエル、トルティコスと王座統一戦を行う予定だったが、シュメノフがスパーリング中に目を負傷したため延期になった。2017年6月17日、WBA は、シュメノフを2017年5月度の WBA 世界クルーザー級ランキングから除外した。 2017年6月19日、シュメノフが角膜ビランと診断され、再発すれば失明の危険があるとの意思の勧告を受け、同月15日に WBA 世界クルーザー級正規王座を返上したため、WBA は暫定王者のユニエルドルティコスを正規王座に認定した。2017年6月26日、元出を理由に現役引退を表明した。 2018年1月29日、現役復帰を発表した。2018年7月7日、アスタナのバリスアリーナにて、WBA 世界クルーザー級王座決定戦を、WBA 世界クルーザー級2位の日ズにアルトゥンカヤ、と行い、9回終了時に、アルトゥンカヤが棄権したため2年ぶりの王座に帰り咲いた。2019年2月13日、 WBA 世界クルーザー級、レギュラー王者ベイブットシュメノフと、WBA 世界クルーザー級、ゴールド王者、アルセン・グラミリアンの間で行われる、王座統一戦に関する入札が行われ、シュメノフ擁するドンキングが82万1000ドルで、工業権を落札し、ファイトマネーの分配は、シュメノフが55%に当たる45万1550ドル。 グラミリアンが45%に当たる369,450ドルとなった。グラミリアン要する、ルイス・アカリエス率いるユニベントイベント入札額閣は621,500ドルだった。2019年5月31日、WBA は工業権を落札したドンキングが5月中旬にカザフスタンで開催を予定していた工業を開催しなかったとして、レギュラー王者ベイブット・シュメノフを 休養王者に認定し、ゴールド王者、アルセングラミリアンをレギュラー王座に昇格した。2019年9月、WBA クルーザー級、レギュラー王座に復帰した。2020年11月30日、WBA は、レギュラー王者のベイブットシュメノフと、暫定王者のリアドメルウィーに、団体内統一戦を行うよう指令した。2021年1月29日、 WBA は2018年7月以来約2年6ヶ月間試合をしていなかったシュメノフのレギュラー王座を剥奪し暫定王者リアドメルウィーをレギュラー王者に昇格させた。ありがとうございます。